1園の入園式です。ああ、もうですか。早いですね。ええー、ですね、で息子は年長さんなんですが、はい、今年からバスデビューをします。あら、なんか嬉しい反面、成長したなと思う反面、心配でしょうね。でしょうね、うん、なんか息子は涙を必死にこらえながらバスに乗り込んでいきました。もう、あ、そうか。でもバスの中お友達いっぱいいるでしょうね。うん、だからやっぱりなんか初めての体験は、そうそう、お母さんの手離れてっていうのがね。そうでしょうね、うんうん、いや、なんか目に浮かびますね。はいはいはい、はい、いいね、どうやって帰ってくるかな。ねね、きっともう帰る頃には楽しかったとかと思うけどな。はい、ね、いや、でもさっきアッコさんの中でテッソンが3歳ってもう、はい、早いでしょ。早いですね。もう喋るんですよ。ちゃんとこうコミュニケーションできるようになるとますます可愛いじゃないですか。 iPad やっちゃって、iPad やるんですか。 iPad 自分でやるんですよ。ちょっとした英語喋るし、で今日なんか薬指にハートの指輪してきちゃって、女の子だからさ、可愛い、可愛い盛りですね今。親はたまんないと思いますよ。でしょうね。はい、あとお花見の話題もいっぱい来てますね。はい、ラジオネームひれ酒ロックさん。おほほ、今お花見で浅草におります。ああ、お天気で良かったですね。隅田川すごい人です。はい、ただ結構寒いですよ。あ、やっぱり、ね、もう飲まないといられませんと。飲まないといられませんと。はあ、だから明日もそうですね、ある程度はやっぱり着込んだ方がいいですね、外で。でもお花見って飲まなきゃいけない、まあお花見自粛とか去年もあったけどね。伊集院さんの大人の叱り方だっけ。大人の流儀。大人の流儀だっけ。叱り方とかもありましたから。うん、はい、はい。いやいや、ちょっと、第2巻。え、なんかやっぱり。伊集院静香さんの。うん。あれ、なんかやっぱ書いてありましたね。そのお花見を自粛っていうことは違うと。うん、やっぱり、花をめでて、その桜っていうのはいろんな意味を持ってるんで、で、あ、今年はあの人と会えなかったとか、今年また会えるんだっていうね。はい、花でめでて、人を思うってことが重要なんだっていうことを、なんかそれと似たようなこと書いてあって、ああ、なるほどっていう。あの、とりわけなんか日本人はこの桜が散る美しさなんで、うん、亡くなった人をこう重ね合わせてめでるっていうのは昔からあるみたいですね。だからっても変だけど、俺ら最近そのじゅっちゃんの本、あの2巻目を書きに借りて、読み終えて、で、あ、そうか、本当単純なの。だから明日花見行こうって。素直ですね。もうで今じゅっちゃんの本を読んで、その何、大人の流儀かな、はい、それを読んで、およし、お花ね、桜をめでようって思ってるんだけど、今現在読んでるのが堀江貴文の刑務所ナウなんですよ。これ読み終えた時、おいらどうなってんだろう。行きたくなってんすか。すごく行きたい。唯一行ったことないから。そうですか。まあ、行きたい、はい、行きたいってできるとこじゃないですからね。はい、なんか刑務所なうってのはその刑務所の日常を綴ってるんですか。そうな、面白いんですよ。紙も安もちい紙でね、でも結構分厚いんですよ。はい、でもうあのメニューから、はい、長野から東京拘置所行ったとことか結構面白いです。行った本人でないと分かんないっていうか、うん、多いですね。またそれをちゃんと情報として発信するっていう、そうできるんですね今。そうですね、うん、メールマガジンも確か連載されてるんですよね。あ、確か堀江さんって、うん、でもタイトルがいいと思わない、刑務所ナウ。だから私本によってもうすぐこう変わるんですよ。はい、あの、いやいやいや、私ね、本屋でこの間面白かったのはね、はい、そうそう、本読まなきゃいけないっつってね、で私一冊をバーンと読むんじゃなくて、もう飲み屋行って相田みつおさんやると、もう相田みつおもう一回家からカッ引きずり出してきて、これ覚えるんだ、ね、もうあの、ね、取り合えば足らぬ、分け合えば余るとかね、いい言葉だ、そうそうそう、うわーっ、ね、寝るでしょ、忘れんのよ。ね、で今ちょっと体の調子が悪くなるぐらい、右肩と首が悪いぐらいギターの練習してるんですよ実は。できてからみんなに言いたかったんだけど、ギターの今教えてもらってる先生、うちのバンマスで、あのバークリーを首席で、首席で卒業、そうそう、卒業した人で、優しい先生なんだけど、もう何にも、これがコードです、これが F ですっていうね、 F っていうコードが一番挫折して人差し指で全部押さえるっていう、で
教えてくれるんだけど何が何だか分かんないから、でやっぱ本買いに行こう。で、そのマンマスってか先生に言って、ギターの本を買いに行ってくるから、本屋いつも青山とかで買ってんだけど、ブックセンターとかで、じゃあもうでかい丸善行っかって言うらっちゃうの、丸善行って、で結構あそこ大きいじゃないですか、いろいろ、ね、なんだろうな、趣味かな、なんとかかなとかって言いながら、棚探しながら、そうそう、そしたら G の、16番かな、まあ、アルファベット表記の G の16で棚がギターとかなんかの教えるとかなんかだったのよ。でエスカレーターでこう登っていったら下でこう資格とかなんかあるのよ、そのコーナーでいろいろ資格専門とかなんかあるときに、うちのマネージャーに、おいあそこ行って写真撮ろうか、そしてどこですかっていうか転職あそこで私が本開いてるのを転職コーナー、転職っていうのコーナーがあるんだよあそこで写真回すねんかめっちゃ笑って降りていこうかあそこ見たらいい和田明子転職かいやもう何も言わないで転職のところコーナーがあるんだから、うん、転職っていうところでこう何かを開いてね、それを写真でもう私って分かるよ、分かるよ、ね、で何にも言葉を添えないで回したら世の中はどういう反応を示すかな、当然でしょうね。いやいや面白かった、みんな想像するんですか次の職業。いや面白かった、それ1階にあるんですよ、エスカレーター乗る前、はい、いやもうねギターどころじゃなくて私転職が面白いんだよ他に何か目的忘れてるじゃないですか。いやいやそれでね、本屋に行ってワクワクしすぎて面白くて、でギターの本をいろいろ見たけどすぐ弾けるってあるんだけど、名前言っちゃダメね、絶対無理っていうね、絶対無理という、私にはね、他の人には分かりませんよ。何が無理なんですか。弾けないとその本では、あそれとか、まあ、教えてる先生の名前を今言わないようにしたんですね。それでちょっと難しいな、タイトルも言っちゃうとバレちゃうからね。ね、なんかもう3週間あれば、あそういう本ありますよ、3週間で完全マスターみたいな、ね、そうそうそう、いやいや歌でも歌でも、うん、ちょっと立ち読みですか、まあどうかなって勉強になればいいと思ったけど、まあ転職っていうこと考えれば、おこの線狙えば食っていけんなと最初の4ページぐらい読んで思いました、ね、こんなことかよまあなんて言えばいいんでしょうか、音楽ってのは感性だからね、はい、楽器とかだとあれだけど、はい、いやついでにそのボーカルとかそういうのも読んだんですよ、はいはい、なんかこう言葉で伝えるのは難しいんですよ、はい、はい、難しいですね、はい、でそうこうしてるうちに本当にギターのこうコードばっかり押さえてる本見た時にはマネージャーにちょっと気持ち悪いねけどなんか気分が悪い気持ち悪い、あの転職の棚にいた時のテンションとはもう全然真逆で、ほんで俺でもあかん、やっぱり転職寄らない本当なのよ、ついこの間そう面白い、いやでもギター始めたんですね改めて、そう本当はね、まだちゃんと弾けるようになってから言いたかったんだけど、いや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 、ちょっと楽しみにしておりますんで、はい、よろしくお願いします。いやいや、日々なんかやっております、はい、ということでちょっとこちらのコーナー12時台参ります、はい、名曲ディスカバリーコーナー、名曲のオリジナルとカバーの聴き比べです。ディスカバリーには発見という意味があります。オリジナルとカバーを聴き比べることであなたの音楽の発見をしましょうという意味でこのタイトルです。今週は小袋にスポットを当ててお送りします。ギターのボーカルの小渕健太郎さんが昨年の夏、高い音域の声を出しづらい発声時頸部ジストニアであることが判明し、半年間の療養が必要と診断されて8月から活動を休止しておりました。このジストニアという言葉ですが、これは自分の意思に反して筋肉の収縮や硬直が続いたり、これがまた繰り返し起こるという病気で、原因は不明なんだそうです。精神的緊張などで症状は強くなる病気なんだそうです。これはもしかしたら歌手の方、プロの歌手の方の病気の部分もある。精神的緊張だったら私はありえますね、怖いな。そうですね、
ね。だから自分の意思に反しても筋肉が収縮するという病気だったそうですが、で小渕さんは一昨年の暮れ頃から高い音域の声を出そうとすると、首の周りの筋肉が異常に硬直をするという症状があって、声が出にくくなるなど喉の不調を訴えていたそうですが、そんな病気もほぼ完治したということで、よかった、よかったですね。今週活動再開を発表しました。高いところ担当だからね、彼ハモリでね。そうですよね。そんな小袋によるカバー曲、邦楽洋楽をお送りしようということで、はい、まずは洋楽で、はい、アローンアゲイン。懐かしいね。オリジナルはゲルマドーンですね。はい。はいはい、70年代から80年代を代表するシンガーソングライターの一人で、はい、アイルランド出身、現在65歳、うん、一時期長年にわたって活動を共にしてきたプロデューサーと離れたことで音楽界から姿を消した時期もあったそうです。あ、そうなんですか。1980年に復帰をして昨年は4年ぶりのアルバム発売、はい、で昨年秋には日本でも公演されています。このアロンアゲインは本当に有名な曲、大ヒットしましたね、はい、1972年の曲だそうです、うん、はい、それではオリジナルをお聴きください。ギルバート・サリバンでアローンアゲイン。